皆さんこんばんは。今回も吉田先生、水野先生とコラボをやっていこうと思います。今回のテーマは、まあ、ちょっと早いんですけども、6月の学期。 学級経営の重点やポイントということについて、まあ、それぞれの先生方の切り口で、えー、お話ししていただきたいなというふうに思います。えっと、じゃあ、まず私の方からお話をしていきたいと思います。その授業のことと、学級経営のことと、ちょ,まあ、ちょっと2つ分けてお話ししようと思うんですが、動画でも出したんですけども、子供の作業のスピードを上げるということを、かなり重点的に5月後半から6月にかけてやってきました。えー、教師がね、いろいろ教えてきたことがだんだん子供たち身についていくと同時に、 あとはその作業スピードを上げていく必要があるわけですね。作業スピードを上げることで授業の密度が濃くなる。うん、同じ45分間でも内容が濃くなっていくということを目指して、かなり子供たちに鍛えを入れていた時期でした。で、まあ、この動画を見ていただければいいんですけども、まずですね、えっ、ー、と、黒板に教師が書いたものを子供がノートに移すような場面がありますよね。まあそういう場面です。あるいは参加型版書と言われているような、まあ子供自身が黒板に自分の意見を書くような場面。 ですねまあ、そういうことについても一つ一つスピードアップさせていく手立てがあるんですね。まあ、ポイントはですね、作業時間を示すということと、あとやっぱ個別評定なんですね。この2つをこう組み合わせ 設定指導していくことで、だんだん子供たちのスピードが上がっていくんですね。で、そうするとやっぱり授業もテンポよく、子供たちにとっても気持ちのいいスピードで進んでいくようになっていくんですね。なので、それをまあ、この時期、重点的にやっていましたね。この動画では言ってないことなんですけども、自分たちの意見をノートに書くスピードっていうのもね、早めることができるんですね。で、それもやはり、ポイントは一緒で、時間を示すということと、個別評定ですね。教師が評価してやるということなんですね。まあ、この時期あたりから、先生が2分で書き 書きなさいと言ったら2という指導も入れてましまるくんっていう三つ村の教材があるんですけど、あそこに5分間死者っていうのがついてますよね。でまあ、それじゃなくてもいいんですけども、まあ、一定の分量を時間制限の中でどれだけたくさん死者できるかっていう勉強ですね。まあ、楽器に一回やるだけで相当死者のスピードって上がるんですね。私も調査したことあるんですけども、かなり速くなりますので、まあ、そんなことやって鍛えることもいいんじゃないかなというふうに あともう一つですね、クラスの学級経営的な部分でいうと、私の場合はですね、まあ、前回コラボでも3人で話をしましたけど、まあ、水野先生、あまりやらないとおっしゃっていたあのお楽しみ会ですね。<laughs> これをですね、まあ、6月に入ったらそろそろ実行委員を募って、まあ、大体1ヶ月ぐらい練りにね。 で、本番を迎えるんですけども、まあ、その準備に入るというのが、まあ、うん、例年やっていたことでした。はい、何か参考になればと思います。私、お楽し <laughs> あの、子供が企画するのはやります。<laughs> そうですよね。はい<そう> <laughs>。誤解のないようにね。<laughs> <laughs> はい。私は企画しません。だ <laughs> から、誤解を招く表現だったんです。<laughs> <laughs> いや、今回も5回、あ、私い言っていいですかじゃあもう水野先生お願いします <laughs> いや。今回も5回招きそうな内容なんですけど、もう6月ですよね。で4月5月ってもう学級のルールももう定着したし、授業もあの平常に、ね、進,進むようになってる時期ですから、6月の,あのテーマは、ポイントはですね、日常をぶっ壊すっていうことですね <laughs>、えーな。例えばですね、そうですね、な あの、学活の時間ね。もう一時間みんなにね、あの、好きなことあげるから好きなことやっていいよとかって、ね。何やりたいかあの、ノートに書いてごらんとかって言うと、もう書きますよね。それを学級会で決めさせる。そうすると、あの、もうとんでもないこといっぱい出てきますよね。でも、子供に任せて話し合いで、もうね、先生は口出しせずに、あの、話し合いだけで進ませるっていう。今、学級会ってどうなんですかあの、吉田先生はあるんですか現場で学級会って話し合い活動。 あのね、だから僕が校長の時に学級会を必ずやるようにと、はい、そして学級会の記録を残すようにと言って、あの、それね、えー、業績評価の時に先生方に聞きましたよ。はい。やっぱりね、な、なんだかんだでこう、 潰れていくね。そして今日は何もすることがないと言って子供を連れて、まあ体育館でドッジボールすると。こ <laughs> <laughs> れ学級会じゃないだろうとね。<laughs> はい、どうせドッジボールをやらせるんならそれこそ学級会で何やりたいか話し合わせないと意味ないです。だから子供がね、はい、考えて計画立ててチーム分けもしてやるんならいいですよね。はい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 。学級会のやり方自体あんまり経験ない先生増えてるような気がするんですよ。 すめか。ですから、6月はそういうことをやるチャンスで、あの、さっきムラム先生はお楽しみ会って言いましたけど、お楽しみ会も全然ありだと思うんです。あの、日日常的なことを持ち込む時期ですね。変化をつける時期だと思うんですよね。で、私がやったのは子供にあの企画させてイベントを、もう好き、1時間あげるからもう何でもいいからやりたいこと書いてごらんと、話し合ってごらん。そしたらね、これ2年生の例なんですけども、 放課後に集まって、えー、お金持って集まって、みんなでおやつを食べたいっていうのがあって、いや、これ、先生が許したらこれまずいじゃないですか。で、あの、でもやりたいっていうギリギリのところまで、あの、賛成、派の、反対とか、いや、それはダメなんじゃないかとかって、いろいろ研研学学やって、もう保護者、保護者があの耳に入って、 先生、そんなことをやるっていう、なんか、話し合いさせてるんですけど、そんなことやっていいんですかとかってね、苦情が入ったりして。<laughs> でも、そういうことをやるから、あの、問題行、まあ、いわゆる問題行動っていうかね、話し合い行動をやるから、いいことなのか悪いことなのかっていう勉強もできますし、現実生活でね。今、あの、子供が集まって生活する場面ってね、だんだん少なくなってきてますね。家に帰ってもゲームやったりとかばっかりですしね。だから、学校に来ているときに、そういう習慣、 集団での揉め事あの、トラブルをあえてこう引き起こさせるような、そのぐらいの努力を持って、あの先生方やってほしいなと思います。じゃあ、日常をぶっ壊すというよりは、その変化をつけるというソフトな表現のん <laughs> ソフトに言えば変化、日常に変化をつなる。<laughs> うん、<laughs> 過激に言うと、日常をぶっ壊す。<laughs> あ あの、マンネリ化しちゃうじゃないですか。もう5月過ぎたら。うん、4月、5月って緊張感、いろんなやることあるけど。で、7月っていうのはもうすぐ夏休みでワクワク感出るんです。黙ってても。6月ってうもうね、なんかあ、マンネリ化しちゃいそうなんで、そう思いました。なるほど。えまあ、それは年間通してまあ6月がじゃ一つポイントになってくるわけですね。 私としては何かやりたいな、ぶち込みたいなって感じですね、うん。<laughs> ちょっと吉田先生、そのご自身の実践をお話しする前、6月ってやっぱそういう時期って捉えた方がいいですか、ね、?6 月はだから非常に充実してね、村野先生が言うように、授業の質が上がっていくクラスと、あ,あれがかなり表面化してきて、えー、ね、えー、申請がするのに大変だという2つに分かれていくと思いますね。うん、その、なんでしょうね。 分かれ目って何ですかね、やっぱり。それはやっぱりね、5月をいかに充実した内容でやるかに関わると思いますね。私は。ちなみに、水野先生のようなことを僕も話し合わせてね、先生、そんなことしていいんですかって時に私は何て言ったか。黙っとけって。絶対どこにも言うな。いいですね。吉田先生、いいですね。絶対どこにも言うなって。<laughs> いいか、弟にも妹にも言うなってうって。あ、それそれそれ。<laughs> それ言われると、なお燃えるんですよ。<laughs> <laughs> で,でも必ず、必ず漏らす人がいますよね。あます先生あの、誰にも言うなって言ったでしょって後、あとで今大会で言われました、まあ笑いながらね、そういう点ではまだこう、ううなんていうのある時期でしたよね時代も時代でしたからね。<laughs> 吉田先生、今、ねあの、現場に直前までいらっしゃって、うん、そういう6月の過ごし方してる人ってあんまりいないもんですか、今。 最近はね、本当にそういうなんかお楽しみ会なんかに時間を割かないんやね。だから僕が校長になってわざわざね、業績評価の中に楽しい行事やったかなんて聞いてるんですよ。やっぱりね、授業だけじゃ無理ですよね。楽しくないもん。<laughs> そして、その,その授業だけでできる人間関係よりも、そのお楽しみ家を作るときの人間関係の方が広がりがあるしね、やんちゃな子がね、えー、きちっと準備のできる女の子にやり込められたりとかね。子供同士の人間関係は深まりますよね。そう,そうそうそう。やってほしいね。じゃあ、吉田先生からもやってほしいというご意見がありますので、ね。 ぜひ若い先生、多少周りの批判も覚悟のでやってほしいなと思います、はいはい。大丈夫です。あの、吉田先生みたいな太っ腹の校長先生もね、必ずいらっしゃいますからね。でも、あの、誰にも言うのはもうやめた方がいいと思います。<laughs> 校長先生には言うなよとか <laughs> そうそう、思い出した子供は、バレたらどうなるんですかって子供は聞くから、<ー>ん先生がな。 こうだ、こうだって言うと、子供はゾワーって静かになって。<laughs> <laughs> わ,わかる、わかる。悪いことやってましたね。いいね全く同じこと言いましたね、僕もね。先 <laughs> 生になるからね、言ったら。<laughs> なんだ、みんな同じじゃないですか、ね。<laughs> <laughs> まあ、それがちょうどこの6月というね、時期にやったらいいタイミング的にはね、いいって感じですよね、じゃあね。そうなんです。あの、ポイントは、教師からそういうのを仕掛けるってことですね。何にもしないで日常が流れちゃって、うん、マンネリ化しちゃうと、 だだんんん荒れてくるんです、うん、そうせっかく安定してきたのにあの、ね、水野先生がおっしゃるみたいにぶっ壊すのもちょっと心配だなという先生もいると思います、ね、<laughs> <laughs> 大丈夫です吉田校長が責任を取りますあのね。<laughs> 楽しい思い出はね、クラスを壊すことはない。ないですよね。ですよね。じゃあ、吉田先生、続けて,てお願いします。はい、じゃあね、僕は長くなるといけないのでね、えー、僕は授業の充実ということでね、 えー、自分の授業を激変させたことが一つあってね。それはね、私は〇〇だと思います。理由はというふうな形に沿って意見を書かせると。そして書いたことを発表させるから始めていくと、話し合い活動ってスムーズにいくんだと。なんだ、こうやって書かせればいいんだと。私は〇〇だと思います。理由はまず次に。私は〇〇だと思います。理由は第一に第二にね。私は〇〇だと思います。もし〇〇だったらと。 こういうね、型を与えると子供の意見に広がりが出るっていうのは、あの、最初のうち思いもつかなくてね、こういうものは自然に出てくるものだって思ってたのが、ここから始まるといろんなバリ,バリエーションが出るってことが分かったのでね、授業の充実を図りたい方はね、これね、まず最初は型を与えるといいってことをね、今回はお話ししたいというふうに思いました。ちなみに今日どうしてこんな格好でいるかっていうと、今日もね、校内研修に呼ばれていってね、 はい、初めての学校に行ってね、私の YouTube チャンネル見たこと方いますかって20人ぐらいの先生方がいて、3人手挙げてくれたんでね、お<ー>すごい嬉しかったです。それは嬉しい、はい、20分の3かと思ってね。すごい,、ねいや。その発言の仕方、ルール、型を与えるって私も全く同感です。授業激変しますよね。ね。はい。で、子供たちできるんですよね。うん。 で、よくあの、そういう方をあ、いわゆるアウトライン指導ですよね。アウトラインを与えると、そのみんな同じような文を書くんじゃないかっていう批判が必ずあるんですけども、でも全然そんなことなくて、要するにそのアウトラインが考える手順を全部教えてるん、くれてるんですよね。みんな本当に書けるようになりますよね。もう当たり前になっちゃってて、今、吉田先生に言われて、そうか、最初は確かに自分も衝撃を受けたなって思い出しました。ね。これはもう自分にとって衝撃的な発見でしたね。 みんなこうやってたのかってね。<laughs> 衝撃でした。2年目か3年目くらい。そう,そう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 。本当に大事ですよね。はい。子供たちは本当にどん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 、まあ、褒めれば褒めるほど、次々と理由を変えてきますよね。うん、ねえ。で、その、まずとか次にとか、あるいはね、第一に、第二にみたいな書き方をさせると、自分でもこう、<っ>もうこれ3つ目だ、4つ目だっていうふうに、自分で自分がこう乗ってくる子供たち音、ねうんうんうん、はいはいはい。あの、かっこいいんですよね。 指摘というか、うん、そういう書き方、そして発表の仕方をすると、子供自身も、なんか俺、なんか賢くなった気がするうが、ね、<laughs> そうそう、私はまるまるだと思いますっていう感じでね。<laughs> 理由はって言うと、<お>なんかそこら辺りで胸張ってね。そうそう,そうそうそう。そう <laughs> 根拠とかって、そういう難しい言葉をね、使えるようになったら、なんか急になんか頭良くなってるような気がして。 高学年なんかになるとね、さらにそれを状態文で書かせると、はい、よりねそうそうか、かっこよくなりますよね。はい、そうそう、何々だとか、<う>何々であるとかって言ったら、さら、えー、に知的になりますね、うんそうだ。僕もいつも、なるべく威張ったように書きなさいって言ってましたね。<laughs> <laughs> めっちゃ今回の動画、これ、すごい重要なこと言ってますね、これ。あのー、だからね、今ほら、今でもほら、なんか、企業なんかが使う思考ツールとかって言って、ウィシュ,ウィシュボーンとか何とかやるけど、そんなね、 小難しいことやらなくて、これ、これで大丈夫だって僕は思いますけどね。はいはい、あ、思い出しました。うん、この吉田先生の背景にあるように、私はのこの私はっていう言い方またポイントなんですよね。うん、<laughs> 大人びた感じがして。<laughs> <laughs> 僕はでもいいけど俺はダメだって言った。<laughs> それはね。<笑><笑>で、考えてみれば自分たちも教師時代はあの自分のことを私はって言ってましたよ。 はい。男のくせに。法的なところではね。<laughs> ちょっと吉田先生のおかげで若干見にくいですけど、その一番下のそのもし。はい、もし、もし、これが使えるといいんですよね。このこのもしはやっぱりその、異譜思考ってすごく大事ですもんね。はい、いろんな仮説を立てる上で非常に重要なので、これが使いこなせるようになると、相当思考力がアップしますよね。アップしますね。で、どうしたらこれが出るのかって、こう書かせりゃいいんだってことが分かってね。はい で、その下に四つ目作るとしたら、あの、さらに問いかける。私はないないだと思います。えー、どうしならこれこれだと思います。ないないくんはどうですかみたいな。はい,はいはいはい。投げかける言い方。皆さんはどう思いますか <laughs> とかね。<laughs> そうそうそう,そう,そう,そうで。最近はその最後に根をつけるといいっていう主張があって、 どこで聞いたかちょっと忘れましたけど、例えば、なんとかですね。これ授業中の発言ですけどね。なんとかですねって根を入れるとみんなが合図しやすくなったり、それに対して返しやすくなるので、あの、話し合いさせるときには最後、文末根をつけるといいっていう指導がね、あの、私もやってみて非常に効果的でしたね。これも早い段階になんか論文で僕読みましたね。文末に根をつけるってね。えっ、ー、と、あの子供たちがね、うんって首振ったり、うんうんって首振ったりとかね。はい。 最初の段階はそれでいいんじゃないですかね。あと自然になりますからね。なんかあの、うなずくことをいや、その発言してる人を見,見なさいっていう強制的な指導をすると、変なことになってるクラス、という時々ありませんか、うん、何言ってもみんなでこう、変にうなずくクラスとか、ああいうふうなっちゃうとダメですね。これ、前、吉田先生が動画で上げてた、同じですと同じ発言。あ <laughs> 同じですってやられると反対の子言えないじゃないですか。そこで終わりですよね。<laughs> 絶対同じじゃないと思ってる子いますもんね。そうそう。<laughs> そこで反対ですって言えませんよね。変なしつけはしない方がいいけど、まあ首を振ったりね、うんってやるぐらいならね、うん、と思いますね。<laughs> まあ吉田先生としては、この指導をこの時期にもうそろそろ入れてった方がいいという。えっと、だから、これをね、初めて知ったのはこの時期だったんですよね。で、これをやっぱりもう4月。 ぐらいからどん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 入れていれば、この6月ぐらいはかなりのね、話し合いができますね。そして、村野先生が言ったね、その理由もたくさん書けるようになってるはずなんですよね。そうですね。もし知らない方いたら、ぜひやってほしいね。そうですね。今からでも十分、うん。間に合いますもんね。はい、うん。はい。はい、えー、ということで、今回はずいぶんいろんな実践が紹介されて、おそらく相当参考になるんじゃないかない、ね。<laughs> これ見るか見ないか大違いの動画になりましたよ。本当 <laughs> よかったです。じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。